はいどうも、ババです。今回ですね久々にちょっとあの学歴の話をちょっとさせていただきたいと思います今回お話ししたいのはやっぱりんだかんだ学歴低いとろくなことないよなという話ですはいよろしくお願いします、まあ、以前からね僕あの学歴はま関係ないっていう話をずっとしてたんですけどもちょっとその考えが間違ってるなと自分で思ったんで今回 ちょっっっとあの現実的に考えててやっぱ違うなっていうない話をね学歴はやっぱり大事だなという話をさせていただきますでなんでそんなことを思ったかっていうとあの僕どうしてもあのバカなんで自分の例でしか話してなかったんですね普通の人はそうじゃないよなってまあ結構周りにも言われるんですよ、まあ、お前は自分ができるからって他の人もできると思うなってよく怒られるんですねなるほどと、うん、ごもっともだなって思ってでいろいろ考えたんですけど そもそもの、まあ、僕の周りのね、あの人を採用とかしたりしてる人の話を聞いたりとか、まあ、僕自身ちょっとだけ人事関わったことあるんで、人を雇うときに何を考えるかって、まず学歴を見ますよね。それ見るわなって。なんでかっていうと、平均値が違うからです。学歴が高い人、まあ、当然、あのめっちゃ分かりやすくあの中卒、高卒、大卒で分ける場合。で、僕中卒じゃないですか。底辺、最底辺、ね。最底辺なんですけど、なんでお前中卒になったんだって言われたら、学校が嫌だったからでしょ。 学校が嫌で僕の場合は学校という環境がもうダメだったんですよ。うん。あれが苦手で嫌いだったし、まあ当時アホやったので <laughs>、アホすぎて、まあ、適応できなかった。まあその時点でまず学校っていうところに適応する能力が低い。要するにそれ職場でも通じるんですよね。職場に適応する能力、僕低いです、はっきり言って。長時間そういう場所にいるとなんか切れちゃうとか、揉み事を起こしちゃうっていうね、全然向いとらん。だから 社員として俺使えるかって多分俺使えないんですよ。集団行動できないとか、団体の中に入っちゃうとダメ。個人プレイヤーなんですね。うん。もうその時点で僕はもう古い書けちゃうと、もう排除なんですよ。会社員として雇いたくないタイプ、うん。一番使い物にならない。ゴミですね。はい、ゴミです。で、やっぱ中卒だからだよね、それってね。ってなるんですよ。そういう学校という場所に馴染めなかった、団体行動に馴染めない、人と合わせることができないタイプ。 それ会社員として使えるから使えないんですよ。で、可能性がやっぱ高くなるよう、ね、に。中卒ってことは学校に行きたくなかった人、行けなかった人、いろいろパターンはあると思います。いじめられて行けなかった人、頭が悪かった人、で、僕みたいに学校という場所が嫌いだった人、お金がないとか、まあいろいろな事情はあるとは思うんですが、何にせよその場に馴染めなかった、行けなかったってことは間違いないので、そういうところに会社とかで馴染めない可能性が高い人っていうのがまず一つ言えると思います。で、次。 もう一個言えるのが学歴が低いとかそっちの場合でもまあその中卒高卒大卒でも一緒なんですけどその上でなおかついい学校行っとるか行っとらんかここも結局勉強頑張ることができたかできないかっていうことは言えますよねドシンプルにうんでそれどういうことかと思うとやっぱり勉強も僕ゲームだと思ってるんで今ねこの年になって考えると 攻略するだけじゃん。勉強するって攻略するんだよね。で、攻略をするのはゲームも一緒だし、勉強も一緒だし、人生も一緒。まあの、異性との付き合いとかも一緒。友達関係も一緒。人間関係も全部一緒。全部攻略です、人生は。攻略をしなきゃいけない。じゃないとうまくはいかない。絶対に。この人と仲良くするのはどうすればいいんだろう。ギャルゲーとか乙女ゲーやるときと一緒ですよね。この人にはこういう選択肢を取らないと好感度上がらないよ。これ攻略ですよね。で、勉強も一緒ですよね。これはこういう考え方をしないと。 攻略できなないいよ、よからないよっていうその正解を見つけたらもうあそういうことかポンって解けるわけじゃない問題とかって例えばその暗記問題も暗記はどうすれば暗記できるかその人に暗記の仕方は人によるけどだけどその攻略法が各々あるわけですよね僕にはこの引き出し型が向いてたとかそういう攻略法があるわけです あできたってなるわけだそれを一個ずつやっていくのが勉強結局は一緒なんですよね全部一緒なんですよなのでそれができる人っていうのは当たり前に会社入った時に会社で新しくやる業務の攻略法も見つけやすいよねってことなんですよねその可能性は高いよね学歴が高ければ高いほど攻略を見つけやすい攻略をすることに慣れてる人間であるということが言えると思うんですよそれ考えるとああまあやっぱ学歴高い方がいいなって <laughs> 結局ね うんまあ、そ,のそれプラス結局あの勉強の攻略はできたけど人間関係の攻略できなかったから全然対人関係はだめでしたとか人に対して嫌な態度を取っちゃう人間でしたとかそういうこともあるんですけどでも可能性パーセンテージ確率です、ね、確率が高いか低いかって話1人雇って1 0人中何パーセント当たりが引けるかなんですよねなかなかあの人事やってると当たりって引けないんですけどどんだけ面接やっても。 面接といいと思っても実際仕事してみたらダメじゃんこの人とか人格ちょっと破綻してんじゃんとか <laughs> 論理感ないじゃんとかいろいろ問題が起こるんでそういうので踏まえてどん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 人事の人は人を見る目がなんかあのとんがっていくっていうか結果やっぱ学歴低い人はダメだなってなったりとかやっぱ中卒の人って責任感ない人が多いなとかで逆になんかのあやっぱ結婚してる人って守る 物があるるかからみんなな真面目にやってくれるなとかそういいううかりやすす傾向が強くくなってくるんですよねそう考えるとやっぱ人からそういう目で見られやすいって意味でハンデになるから、まあ、特に会社員やろうと思ったらやっぱ学歴あった方がいいと思うし、まあ、でも当然攻略をする経験をたくさんした方がいいって意味でやっぱ学歴高い方がいいよなってのも今回思ったんですよ。なぜか唐突にそんなことを考えて。うん、あの格ゲーやってる時思いました <laughs> 問題っていっぱいあるわけじゃないですか例えばのお金を稼げないって問題が起きた時になぜ稼げないのかとか細分化して考えていかなくちゃなんですよね一個ずつ一個ずつなぜ俺はお金が稼げないのかそもそもいい会社に就職してないからなのか事業を立ち上げていないからなのかどの道でまず稼ぐのかとかスキルありますかとかいろんな問題がバーってあるわけじゃないですか無数にそれを一個ずつ解いて攻略していくことができないと 人生何ともならないなってちょっと思ってでもそれってでも全部攻略だしでもそれって勉強とも一緒だよなとかってことはやっぱ学歴高い方がそういうの慣れてるよなとか <laughs> そんなこと思いまして今回よく未だにねあの前,前座って行ったんで学歴低くてもできると思うよって学歴低くてもできると思うよって僕が思った理由がやっぱ僕の周りってオラオラの人が多くてやっぱりオラオラオラ,オラ。 オラオラの人の最大のメリットってやっぱオラオラだからあんま失敗をビビらないんですよねオラオラの人って <laughs> ダメだったわあダメやったあ次やるわみたいな人が結構多くてそういう人ってやっぱ失敗しても失敗しても次やるか次やるか次やるかってやってたまたま当たったりするんですよでたまたま当たってゴーンって稼いでできちゃったみたいな、うん、あ俺あれで成功しちゃったわみたいな、うん、簡単簡単っつってやらできるやらできるよってお前もできるってやればできるってマジでって言ってくんそういう人ってあ,あんなビビる必要ないビビビる必要ないって ああ俺ができたとかできるってやってみろってお前もって言ってくるんですよだいたい怖い先輩なんですけどいやお前はなって思いながら <laughs> お前はなってやっぱそういう人って頭をねじってぶっ飛んでるから、うん、なんか平気でドカーンって金使ったりしちゃう人も多くてあ,あ,いやあなたはそ,そこすごいと思うよみたいなめちゃくちゃすごいんですよあなたはそれって。 なななかかなかできないからっていう人を見てたんで僕は学歴そんな関係ないなと思ったんですけどやっぱ統計的にっていうかその全体図で確率で見たらやっぱ違うよなって思って学歴低くてもやっぱ成功する人ってやっぱそういうビビらない人オラオラな人が多いと思いますやっぱオラオラな人はやっちゃいますねやっぱ打席立つ回数ですよねそこはねうん確率打率を上げるためにいろんな経験をして勉強とかたくさんしてその攻略する回数を増やしていろんなことを覚えて でで打率が上が上っていくんんだと思うんですけど結局、打率上がっても打席立たなかったら一緒なんで僕は例えば打率、ね、1割ぐらいでね大卒の方が4割あったとしても僕が尺打席立ってその人が5打席しか立たなかったらそれは俺が成功するに決まってんだ100回立ってんだん俺 <laughs> <laughs> そんだけ人生そんだけ。はい、っていうので多分僕はその打席立つ回数が多い人を見てきたんでいや学歴服っても。 全然できるよなってて多分勘違いしてたと思いますんなことはねえなと。打席が全てですね。はい。<laughs> でもやっぱり打率を上げた方がいいので、成功、成功率ですね。成功する確率を上げた方がいいので、まあそら、たくさん勉強したりした方がいいでしょうねという話でした。学歴を上げた方がいいってのはそういうことだよね。<laughs> ちなみにあの、この適当な仮説、分かりやすく立証することできるんですけど。 あの2017年ぐらいの厚生労働省が調べた平均賃金ですね、平均の年収、月収か、月収大ざっぱにまとめたのを見ると、中卒大ざっぱに平均月収20万、高卒22万、大卒30万っていうふうに分かれるそうです、結局やっぱこういうのって統計なんで、ざっとまとめちゃうと、こうなっちゃうんだねって、中卒と高卒に大きな差はないけど、大卒で約8万円の差があると。お父さんんびっくりうん そんな差が出ちゃうんだ、おっほっほっというふうになっちゃうのって、まあ、もちろんこれ年齢によって増減すると思うんですけど、これまた年齢の大ざっぱなものがあって、30代の中卒、約年収で見ると400万円近く、で、50代450万円ぐらい、大ざっぱね。で、大卒の場合は30代が550万ぐらい、らこの時点で約200万ぐらい差がある、で、50代になるとなんと800万ある、2>, あ2倍、2倍平均で、平均ですからね。ももちろんあの、ね、中卒でも 30代で年収1000万超えてる人もいると思います。ね、だるとは言わんけどね、超えてますよね。はい。で、<laughs> あのそんだけの違いはあるんですけど、ね、だだだだだ平均で出しちゃうと、やっぱこんだけ差出ちゃうんですよね。結局、結局。うん、もちろん、飛び抜けた人がね、たまにいますよ。逆もありますよ。大卒だけど、全然2位となりましたって人もいれば、中卒だけど、ね、年収1億超えてますって人も当然いるわけですけど、うん、だけど、平均出しちゃうとこうなっちゃう。 ん中卒でも生きてはいけますけど結果論中卒だと道が険しい大卒だと道は行きやすい中卒よりは行きやすいってことが言えると思います、うん、ん僕はね挑戦中卒なんでこの大卒の人生を歩んだことないんで、まあ、そこは大げさなことあんまり言えないですけどでもやっぱり周りが育って言ってるのもあるし、うん、やっぱいい大学行ってる。 やつが多いとかすごい成功してるなっていうところの集まりに行ったりするとやっぱりみんな明大だ東大だとかそんなんばっか出てくるってああ僕名古屋なんでどうしても明大多いんですけど <laughs> 名古屋近辺になるとねあ俺みたいにねもう中卒になっちゃったからいやいや中卒でもなんとかなるやんって希望を持つのはすごくいいことだけどだけど今学生の人に「いや中卒でも行けるからお前も退学しちゃえよ」とは俺絶対言えないです。<laughs> 言えないし子供には絶対言わないただ行きたい道があってそれがあの専門だったりとかもう中学校卒業してすぐそっちの道に入れるやつだったらそれは別に中卒でいいんじゃないって言います例えばあのね囲碁とか将棋のプロでも,もうプロなれますと中学生の時点でなれますってまあな,なってる人もいるから当然だけどいやとりあえずこう,こう卒業したらとはそこにはあんま言えない囲碁でもう食っていくとか 将棋でも食ってくっても本人に強い意志があってなおかつ将来有望ならい,やいいんじゃねえのと思いますもんね。今はもうそっちに没頭したいって思ってたらまあ、そこ我慢して高校行っても確かにつまんないだろうなって思うんで、まあ、なら別に今は行けばって後々ね卒検とかいろいろあるからそっちで取ってもいいだろうしてなりますけどそういうのは何もないのにとりあえず学校行きたくねえから中卒でいいやはまあそれは大変だぞと思います。本当に まあ、ただね、前も言いましたけど、学校行っていじめられてるから、その学校行きたくないとか、そういうのは当然にあることなんで、そこをね、無理に行く必要はないとは思いますけど、中卒でも必要最低限の稼ぎは絶対稼げるとも思うし、頑張ればね、頑張ればね。なんで、別にそれで人生が終わるとも思いませんけど、でもやっぱりいい思いしたいと思ったら、学校の頃に頑張るのが一番いいなって思いましたね。若い頃にいい習慣つけるかつけんかだと思います。僕はなかったですね、なんもね。 <laughs> いい習慣も何もなかった。うん、ダメ人間まっぐらだったんで、そういう意味では人生逆転したタイプなんですけど、僕は。あとあとそうやって逆転することもできますけど、できますけど、相当な努力は結局後で必要なんで、みんなが学生の頃頑張ってたことを僕は大人になって頑張っただけの話なんで、うん、遅れてね。おいおい、あいつ30過ぎてその程度も分からんぞって状態なんで、僕は。っていう話でした。はい。 というわけで今回お話ししたかったのはやっぱり学歴あった方がいいなという話です <laughs>。なくてもなんとかはなるけど多分学生の頃にその大卒の方たちがやってきたことよりもはるかに頑張らないと元がバカなんで、元がバカなんでその分頑張らんと僕らみたいな中卒は大変だよねという話でした。はい。で、あのー、さっきも言いましたけど、ああ、そんなん全然いけるいける。余裕。 っていう人は大体オラオラで、あの、打席立つ回数が半端ないだけの人なんで。うん、もしくは、その人が異常にも元の能力が高い。一言で言うと、天才の言うことを真に受ける <laughs> 本当に。それ言う人大体天才だから。何やらしても、元々なんかその攻略が高いのよ。ああ前、あのー、なんていうんですか、初めてやったことがうまくできる人って、もうもともと攻略レベル高いの。デフォで高いの。 それ天才系だから天才の言うことだけは絶対に真に受けちゃダメです。うん、おお、簡単簡単。お前でも絶対できるって言う人 <laughs> お。お前天才だからや。って <laughs> あ、ね。天才はね、凡人の気持ちマジわかんねえから、うん。凡人とか俺みたいなダメ,なダメ人間の気持ち絶対わかんねえから <laughs>。いや、お前がすごいだけやっていう、ね、ことがあるので気をつけてください。はい。 というわけで、今回は以上です。はい。というわけで、夏休みは勉強した方がいいぞ。いや、ほんと。<laughs> 夏休みは遊んどるから、勉強しとるかで、多分人生めっちゃ変わると思うな、おじさん。ね。まあ、僕、勉強したことなかったけどね。はい、うん。はい。<laughs> はい